濁りが強すぎる、全く釣れませんでした。あのね、濁り関係ない。濁りが あるところと濁りのない釣り場、濁りがない釣り場の方が普通に考えると難しい。で、濁りがあるところの方が基本的には難しくない。ただし濁りがあるところの方がカラー的に20色ぐらいいる。濁りのないところのクリアなところはカラー的には半分の10色です。だから濁りのあるところの方が特海引っかいの色のチェンジがすごく早いですね。それと基本的に魚がですね、全部なんていうんですか、水車の、ここに水車あります、これパラ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 ってこうジョーってこう出てるでしょ、こうやってこう出てるでしょ。で、ここにはいないのよ、ちょ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 ってここにいんね。でもスプーン投げるでしょ、フィーンって流されるじゃん、わかるよね、フィーンって引かないんですよ。こう攻めれないんで、こう攻めれない、うんね、だからプッてこうピッてって向こうがピーンって投げて糸ちょっとこう上に上げてて、ちょっとその先に沈んでくる、ちょっとマックス糸が乗っかってくるからふーって流されるんだけど、流されるところにできるだけ我慢しながら今度下の方を通すとそこにいるんだな。ああ、それとね、こうやってこう水車に向かって今度こう投げる、今度こう流れるね、こう流れてる状態でこう投げると乗っかるじゃん、ピーって流されちゃうじゃんね。これできるだけ巻かないようにして、こう なんか下に落とすようにするのね。で、そうするとここにこう向いて、頭こっちが魚の頭がこう向いてるわけね。で、こっからさ、こう下からこう来てファブってくるんだけど、これファブってくってね、元に戻る、こう行ってくって戻る、また元の道に戻るのね。だからドーンって入るのよ。一番困るのが水車こう流れてるところに、こう流れてるところにこう入れる。そうするとこう上っ面の方に来てるよね。これ下からね、こうやって行ってて、魚こうルアーがあって、こうふっ終わりふっふっ終わり、これで終わりなんで当たりが出ないんですよ。だから流れに乗せちゃうのが一番難しい。ただそれを某アルミンっていうルアーがあるんです。アルミンのね、あれでもう流れのところでこうずっともう何もしない、ギールこんなもん一生懸命流れに乗せて勝手にこう泳がしてる。そうするとチクッチクッっていうのを取ると釣れますね。今秋加工はですね、全部キャッチ&リリースなんですよ。だからどんどん釣れてくる。で、今あそこの連中に言ってあるんだけど、月1回か2回キープデイを作れって。で、できてましたか、キープデイができてればキープしてもらって、その日にね、まあ、100本200本抜いてもらい、ね、その後にまた新しいの入れるっていうことをすれば大丈夫だよ。ただそれをやらないと秋川岡は釣れなくなっちゃいますね。キリン起動が見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。